あれってクロリンネとナビアじゃないか？でもなんだか雰囲気。やはりダメだ。そうなの。フォリネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間、耳をペタンと伏せちゃった。チオリア・シャルロットはどうだ？彼女たちになら。聞いてみたんだけど。よっ、ナビア、クロリンネ。あら、相棒とパイモン。な、あ、ああ、チャンスだ。お前ら、何、そうなの、大げさじゃん。いや、全然大げさじゃ。旅人、ファントムハンター。なんだ、フォンテーヌのテーブル、テーブルトークシアター。面白そうだな。私もクロリンでも。だからこれは私有段階のシナリオ。ストップストップ。とにかくこのシナリオには。あんたもそう思うでしょ。でもオイラと旅。問題ない。どうする。よかった。よし、じゃあ早速シナリオ担当。このシナリオに合わせクラ最初進行役であるゲームマスターがもっと、さらにさ、おお、ワクワクして。あなたたちと一緒に結末を見届けられるの。他のみんなはチオリア。ああ、焦らず。もう子供扱いしないで。そうね。はあ、今回は普通の技能を習得してくれ。待たせたな。おや、戻ってきたのかい。あれ、驚いたよ。一緒に遊んで。リネ、それにフリーナ。僕はあくまでプレイヤーとして参加するのは初めて。僕はメンバーじゃな。興味が終わりなら紹介。それは今回のシナリオ。クロリンデはよくテーブル。クロリンデさんはクラ。ああ、ただの趣味だ。そうだったのか。おごそかな決闘代理人としてのお前しかし。面白い冗談だ。仕事とプライベートは別。しかしプライベ。嘘だろ、君とあんなに長く一緒に。あれは全て。そうだったんだね。泣いているところが見た。いや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 、そういうわけ。みんなただいま。紹介するね、こちら。皆さんよろしくな。ああ、いえ。大変な仕事。大したことではありません。それでは、今回のシナリオは。はい、全くも、彼らに関するも、詳細は。ああ。さて。おお、一気にさ。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは、確か。ストーリーの流れに合わせて、特定のシーンに向かうというわけ。第一段階のシーンの皆、忘れ物。よーし、急がなくてもいいのよ。属性を見下ろさん。わあ、
ろいろ揃ってるね。運命安定カードまで用意。もう行動が成功するか。お菓子とお茶も自由に食べて。手紙にはそう書いてある。いいね、まるで友達とのパチャン。パイモンはファントムハンターというよりお菓子ハンターだ。お菓子ハンターパイモンさんじゃん。おいしいお菓子だ。でもお菓子以上に物語が楽しそうですね。ではみな、簡単な記入ルールは今回のシナリオで。お、なかなかいい。それと職業剣術では、パイモンと旅人はあんたたちにぴったりね。名前というのはキャラ。はい、好きなように名前をつける。別に本名を使ってもいいよ。おお、自分の名前で別の人生を体験するということかい。悪くなさそうだ。なら僕もリネにしようかな。次は技能の欄だ。限られた技。じゃあまずは説得と情報収集に。じゃあ僕たちもこの技能を取った方がいいのかな。そうとは限りません。チームであることを生かして、例えば僕は潜入と器用を習得するとしましょう。万が一。そこまで考えて選んでいくのか。劇団の役者みたいに。そうだな、じゃあ僕は芸術と演技にしよう。役に立つかはわからないけど他の技能。最後はオイラたちだな。旅人、みんなが怪我したお前らし、どうする。このどれどれ、結構多そうだ。また難題。例えば僕もさっきさ、ファントムハンターに召喚されるの。まあよし、皆のキャラクターも初めてテーブル本気モードと。んテーブルトークし、もし行動がし、本気モードを選。もちろん。そんな心配しなくていいのに。何が起こるか。わかりました。相棒はどっちがいい。本当にいいんだな。焦る必要はない。ゆっくり選ぶといい。本当にいいんだな。判定結果がどうかな。大丈夫だい。ところでそれは遥か昔、やがてそれに抗うもの。ファントムハンターであるあなたは、あなたは不当のほのかに目が合った瞬間、あなたたちは理解。みんなファントムハンターよね。まずは一緒に行動するのはどう。ああ、もちろんかま。僕はリネ、幼い頃から。みんな自分。僕はフリーナ。キズ。それも捨て。頑張ってフリーナ。オイラはパイモン。子供の頃から医学を学んで。歓迎するよ。あなたたちは封筒、頼もしきファントム、王都の外には魔物。さっきから多分、シナリオ。しかし、手紙の内容を一時。すると。じゃあ、まずは。いいね。改めて街を見渡す。とりあえずあそこに。酒場には、素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは。うつ。あら、こんにちは。シナリオに登場する全てのキャラクターは多かれ少な。まあまあ、そん。それは美味しいものを食べると気分も良くなるって言うでしょ。君、そも。ああ。甘いものに興味がな。ち、え、この人、今舌を。多分、このままじゃ何。説得を習得。私の悩み。最近、
魔物が現れたのがいつ。さあ、じゃあ、いえ。ありがとうございます。ありがとう。きっとご主人を見つけ、天気は決められないけど、頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。閑散とした町の通りで、あなたたちとすれ違ったある老婦人は、首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え、瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。あんまり友好的。こんにちは。いくら払う？これでどうかな。あ、玉ねぎは。お前さんに何。うわ、気が荒い。でも何か情報を。おじさん、もし何か知ってるなら教えてちょうだい。ふん、魔物たちが町の外で、町にあるもんなん。そんな。ふん、もしかしたら。それは厳しい。もういいだろう。笑顔でいれば。も、人の多そうなところに行ってみるか。それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。もう少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。青年はあなたたちに気づいていないようだ。やがて首。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみる。こんにちは。何かお困りかな。待て。僕は。君。僕たちのことを知って。ああ、そうだ。ここで一体何が。はあ、でも王国の兵力じゃ。兵力が足りないと。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに。でも僕は小さい。正直言うと。それなら安心してちょうだい。あなたたちの毅然とした態度を見て男はほっとしたよ。手伝うには魔物。町の外が危険だと。町の門を出て道。そうなの。ああ、気をつけて。彼らは魔物と組んで。優しかった。大事。うちにも外にも。なんだかかわいそう。ねえ、元気づけてあげましょう。なんでもかんで。お気持ちはありがたくいただいておくよ。とにかくこの。得た情報を照らし合わせると、僕の理。はい。選択の時ちょうどいい機会。ところでファントムハンターに対するこのシナリオは完全にそうだった。ネタバレなしならオイラも聞きたいぞ。いや、え、理論上はそうなるだろう。ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。そのままのってフォンテーヌには。レムリアのとある魔法使いは。ストップ、ストップ。推理に関わ。そんなに。師匠に教えて。あ、君は知ってる。うん。話が逸れてしまう。とにかく平和な時代が。なるほど。それも悪。まあそれは調査といえば。僕は魔物。僕もフリーナ様。相棒はどう思う。よし。数人のファントム。待て、お前ら。うわぁ、で、誰だ。鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しと。しかし俺は衛兵と。ここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員
こんな風に不審者扱いさ。何をブツブツ言ってる。ファントムハンター。子供騙しの。医学の知識があるあなたは、男の足。俺は医者だ。図星を刺されて、男は微妙な表情をし、あなたの言う通りに特効薬を塗り直すと、だいぶ良くなったようだ。いいだろう。あんたらは本当に魔物がどこにいるか知ってるか？彼は魔物が現れた場所をあなたたちに教えると、しばらくその方向を苦しげに見つめた。新米衛兵の中には、盗賊にすら落ち着いて。その言葉を聞いた彼の瞳に希望の光が宿ったが、あの魔物たちは手強いぞ。衛兵たちが無事家族に再会。衛兵隊長は魔物が出たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。道の途中で、あなたたちは衛兵らしき人たちが道端に倒れているのを見かけた。皆一様に恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり怒鳴ったりする者もいる。どうやら見たものを頭から追い出そうとしているようだ。倒れていた負傷者たちが信じられないといった表情であなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。早くここから逃げろ。絶対に振り返るな。ここが魔物。あたりにはボロボロの鉄の剣が散らばり、そのすべてがここで激しい戦いが繰り。みんな気をつけて。魔物たちは言い終わらないうちに、周囲の低木からカサカサという音が聞こえてきた。魔物が姿、魔物たちがあなたたちに近づいてくる。うん、助けてくれ。そしての戦闘を開始する。注目、フィナーレと行こうか。魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念と共に来、はあ、やっと終わった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高く、しかも戦闘のダメージまで勝利を祝おうとしたその時、あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？みんなは突起の前にかがみ込んで、じっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから、触ってみてもいいよね。突き出ている部分は木でできている。しかし、魔物が。宝箱だ！やったあなたたちは力を合わせて宝箱を開ける。苦労してて。バイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静にか。そうね。王都の民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。なんて言えばいいのかな。テトシアチ。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。それは確かに問題だね。そんなに面倒なことをするより。どうやらまた難しい。さて今日はもう、はあ、
みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語が面白すぎるからか、なんだかまだまだ、うんうん、僕もちょっと無理かな。帰りが、ナビアの気持ちはわかるが、残念ながら。え？も？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に設置された建物の質。へえ、さすがうちの妻子。物語をちょっと聞くぐらいの時間なら、パイモンは残りのお菓子ついでだぞ。ただのものを食べきれない。それにクロリンデの師匠の、ああ大丈夫だ、気を使ってくれてありがとう。私は物心ついた時から、お、重いプロローグだ。師匠は面白い人だった。私の初めての思い、子供に本物の剣を。もちろん怪我をしました。わかったでしょ、これが剣をしっかり握らなかった結果よ。失礼だけど、クロリンデさん3歳だったかな。3歳、先ほども申し上げた、もはや当時は特に問題だと思ってなかったし、子供だったからそれ以外の選択肢もなかった。ああ、それから私の最初のペットは、ビショップを。師匠はあの時こう言った、仲良くするのよ。それは何歳の時だい？5歳だ。勝ったのかい？負けました。しゅう。ペットになった。これ。私も次第に理解して、師匠のおかげで、訓練の時は厳しかった。初めて会った時は、ペトロニラさんの後ろに隠れてたよね。あの時は、同じ年頃の。でもその後、あんたはよく遊びに来るように。あの頃は本当に楽しかった結局パパやペトロニラさんの前では知らないふりをしなきゃいけなかったけどあんたが正義の守護者。20年前頃に夜な夜な。ええ、あれはおそらく師匠だったんでしょう。あの頃申し訳ありま、秩序を守らない人。あれ、正義の。どっちも彼女さ。そのうち考えるのも。師匠らしいですね。きっと家に帰った頃には。面白い方だったんだね。そして正義感が。私も師匠のような人になり。何かあったのかい？師匠は、私の10歳の誕生日に。失踪？さあ、あの夜、私は数日経っても。パパは、多分本。ああ。子猫がある程度育つと、母猫が。クロリンデ。最初の頃はそうでしたが。その後、お前は師匠の背中を追いかけて。師匠がこんなルールだらけの仕事をするわけがない。わがままな人。クロリンデにそんな過去が。もしクロリンデの、あの二人も、同じことを考えてたり。うんうん。さあ、ここまでにしましょう。つい。そうだね。礼には及ばない。あたしからしたら、死ぬ、ね。5歳の時、どうやってビッ。そうだな。いやいや、一理も何もない。僕もそろそろ失礼するよ。ビシャップと戦ったも。テーブルトークシュそろったようだな。
始めるま…いやいや、そんな場合じゃないだろ、クロリンネ。オイラたち、分厚い壁、冷たい鉄…セッティングには随分とこだわ…この場所を選んだのは、シナリオ…残念ながら…クロリンネのその笑み…何はともあれ、引き続きストーリーを…もしファントムハンターの書…あまり…私を見ても無駄だ。もしく…ナビア、さっきから…ああ、これね。昨日クロリンデが言ってた探検よ。出てきたから。当たり前よ。それ…もうそこ…遅かれ早かれと。よし、おいら…もし、おいらがお宝を独り占めしたせいで、みんなが監獄行きになったら、おやつを食べてもちっとも美味しく感じないと思うしな。意見が揃ったようだな。では、はじ…ゲームマスター！箱の周り…わかった。宝物をの…街は相変わらず重苦しく、暗い雰囲気に包まれていた。あなたたちは日差し…ありがとう。老婦人が優しい眼差しで答える。あまりここに長いし…前広場で会った男に配るのを手伝って…男を探しに広…皆様、お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼ら…こんにちは。ご冗談を。初めから大臣につ…行きましょう。しばらく話し合った後、ホールの両側には、シンクの玉座には、頭上にいただく陛下。おい、暗い色を身にまと、男はすぐに両手を、国王はあまり意識、国王は、遠路はるばるお越しいた、あなた方、しかし、嘘なんかつくわけないだろ。魔像の剣は、木を丸ごとぶった詳しいことまで話した。生存、確かに、そうですか。魔物を追い払った行為。はっは、国王陛下が、そんなの、そうだぞ。しかし、その財産を届けでもなく勝手に処理し、どうされました？華やかな衣装に身を包んだ。見た感じ、最初が悪い。周辺の衛兵の数、王宮内には、私が一暴れできるような、誠に残、あなたたちの処分を聞く。でも、この衛兵…心配しないで。少なくとも、お前ら…衛兵たちに前後を…地下牢の天井からし、おとなしくして、衛兵は扉の上を…待て！その声は、下…もちろん自分…そう言って腰のあたりを触るが、私が、ぶ…いつしの…穴を掘ろうかって…却下だ。僕たちの見える範囲に…ああ。なすすべなし…そうですね。なんでクロリンデがそんなこと言う？事実だからな。ああ。本来なら。もしかして、その可能性は、現実の牢屋。そういえば、ナビア、よく見たら、クロリンデさんの師匠の件。そんなことはないと思う。そんなに貴重なも、師匠はいろんなものをの、あの時は。あの時って、カーレスさんとの決闘の後です。それまでは、よく、でもその件の後、お互いどう向き合えばいいかわからなくなっちゃって。ま、あの時、もしペトロニラさんが、ピクニックで私たちを出会わせなかったら、私はパパを失…過ぎたことはやり直せない。すまない。ああ、脚本が届いたようだ。続きがいい方向な。滴り落ちる水滴。
藁の匂いと、カビや錆びた扉の外から。みんな、気をしっかり。皆さん、こちらへ。ついてこいなんて。君は誰？今はこうしてチカロウのか。え？し。わかってる。国王の命令が下りました。処刑？こんなチップ。もしかして。皆さん、王城内部に潜入すること。監視さん、ここに来る途中。はい。全部も、奴の勢力はあまりに強大。彼を倒すためには、隠し方向へ行って。君は一緒に行かな。はい。私の正体が。では、君も安全に。はい。おき、宝庫の位置は、こちら。うん。では、扉を開けますので、最後に、ひっくれぐれも。監視の助けによって、残念だが、やり直しはなしだ。捕まえた。糸よ、交錯せよ。いただきたい。剣芸。はっ！ちょ、ちょ、やっ、さ、と、やっ。天へと前。背を見下ろせ。遅い。風よ。遅い。天へと前。ついてこいなんて言ってないよ。属性を見下ろせ。地図に書いてあった。ん？怪しいものはし。おいよ、目の前に音もな。こういう時って。いえ、ファントムハンターたちは洞窟の中や。天へと前。わあ。でも、お、あれ？石の扉に刻まん？どうしたの？ゲーム。ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、あたりは静まり返り。でも。邪悪な魔法つ。そうそう。リネの言うと、ゲームマスター。ああ。何かおかしいな。風よ。
こっちも進展あり。僕も一つ解けたよ。何かが現れた。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、そして目の前に一本この扉を開ける鍵だね。これはファント鍵を完成させるためには、どうかした。キーな音が響いて遺跡の明かりが突どうなってるんだ。ファントムハンターのちょっとは見えるけどな。ああ、そうだよな。ごめんごめん。暗闇の中。声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれた、あの看守だった。なんだ、演出か。何も見えない状況じゃ戦いようがないし。演出なんかじゃない。奴の剣の持ち。撤退？そんなの行動決定。了解。では。剣術発動。判定成功。普通に。あんたの目の前にいるのは逆転。まだ終わらないのかい。そろそろ目を開けても。手強い相手だが。まだ止まらない。最後の一撃。どんな状況なの。ゲーム。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。その招かれざる奴の目つき。君は、古本。宝の地図をくれた感謝さ、町の平和よりも。町？私、このフロリアンは本名を言っちゃってるぞ。いや。ならなおさら理解に。あなたたちに何がわかる。どういう意味？私の剣術は、そんな父を待っていたのは何だと思いますか。貧困、ファントムハンターは。ファントムハンター。だから。宝のありかを知っていたのに。そのためには。この最後のしかし。宝物っていた。それは。ここまで来て気にならないやつ。フロリアンは抑えたから横取りされるし。おとなしくしていろ。じゃあ、みんなで一緒に扉。行動決定だな。みんなの視線が注がれる中、扉が軋んで、おぞましい音を立てる。まるで、深い眠。うわぁ！開いたぞ！早く入ろうぜ！行って行って、僕も見たい！ふっ、石碑が一つと。もしかして、クラブの経費が。なんだよ。いや、え？そんな。うわっ！
どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者も。気分はどうだ？少し良くなったか？これは、一体。ここに来るまでの出来事。確か、あなたたちをここに誘導して。あ、まずい！これのことか？洞窟に入った時。そちらこそどうなのだ？先ほどのあなたの見事な告白。私にもよくわからないんです。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに、いつの間にか。狙いが宝物だけなら。それも、覚えていません。聞いた限り、それ。あ、ソウルドリンカー？ん？いえ、封印？うちは、代々ファント、常に封印の状態を確認。しかし、ただ人でしかなかったファントムハン、奴を倒すほどの力を持たない。奴は人の心の中。そういえば、一本は父親がも。あなたの強さは、唯一思いついた方。何はともあれ。はあ、自分の本当の父から聞いた伝説、英雄、かつてのファントムハンターの輝か。それだけじゃない。わずかではあるが。冗談はやめてください。だって邪悪なあなたが書いた物語の中で人。しかし、目を覚ませ、フロリアン。ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っている。その剣は自分のためじゃなく、守るべき人。ずっと追いかけてきた。はい、その通りです。私罪もきっちり償う。はい、もちろんです。なら今から戻って、このシナリオを最後で演じ切る。書き終わっていないのか？その、あなたたちをここへ呼ぶとこ。なら続きを書いてくれ。と言いますと、あのソウルドリンカーを。難しいのか？しかし、みんな腕は確かだ。で、そんな興ざめなやり方はしたく。おかえり。その、ファントムハンターの仲間たちよ。大げさで普通。先ほどの戦い。なるほど。実は、先。なんてひどいこと。はい。ふん。も、実は、宝の正体。歴代のファントムハンターの。え？もちろん。さっき、石碑に書かれた内容をざ。石碑には、いろんな人のストーリーや、彼女は黄金の狩り。へえ。フリーナと似てるんじゃない？なるほど。その線で考えると、彼は処刑人で。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に。それがファントムハンターたちの狩るべき魔物が暗やとなると。はい、夜に仲間と一緒にた。この石碑は。だから、こんなに隠れた場所に。静かに佇む一過去にも、彼らの精神とな。父さん、ありがとうございます。どうか私に。よし、わかった。誰でも過ちを。うん、僕もそう思う。はい。ん？
もしかしてゲームマスター？一見無数の魔物を切ってきた。武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術が好きだったそうだから。いい選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。彼も。みんな選んでるぞ。オイラたち。武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。フロリアンさん、邪悪な奴と思考がつながった時、周りの子くれぐれも気をつけてください。そうなのか。それは。いいえ、今が、今こそが絶好のチャンス。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。うん、解決策が見つかったからには早速行動。はい、まさに。そうそう、その通りで。はい、お前。じゃあフロリアンさん、道案内をよろしく。わかりました。ではついてきてください。シーンの切り替えにしょっちゅう対応しつつ芝居までしなきゃいけないなんて大変。そうして後ろに佇むずっしりした石碑から前。やがてあなたたちは教会の周囲に漂う不吉な気配が、なんか、そして決戦のとさあ、フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。それに、だからこそ私は行かなきゃ。はい。危険すぎる。十分承知しています。奴は操りやすい体。クロリンデさんというより私自身の誇り。わかった、フロリアン。決闘代理人の名のもとに決闘の。ありがとうございます。さて本題に入ろうか。
倒せない魔物などいない。その時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝？もしかして鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい、僕たちの切り札の技能。彼らは名乗りも求めないが、人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。我らファントムハンター、召喚に応じよう。魔物が倒され、魔法使いも討伐された。その後、国を救った英雄である彼らの名前を覚えている者もいれば、
何も知らず生き続ける者も、これが人々の記憶。素晴らしい決、素晴らしいストーリーだったよ。特に最後の、あはは、うん、そうそう、手に持った武器が輝き、もう武器も子供、フリーナ様、うん、楽しかった。もちろんです。では僕は先に、フロリアンが目を覚まし、そうですね、ではみんな。もう聞いていいよね。うん、いいと思うよ。一体どういうこと？聞きたいところをぐっとこらえたのよ。幻想を壊したくないって気持ちは。一体何の話だ？え？相棒気づいてない？後の祭りだと思うけど。え？ちょ、最初から普通のテトシアとは違った。え？なんだ、騒がしいな。おいらの聞きま、嘘をつかれたのはムカつく。ステージの上で道具を、そんな怪しい、恐れるに、クロリンデにとっての恐れるに足りない場面は他の人から、私は慣れてしまったのかもな。クロ、クロリアン、弁明するつもりはありません。私に言わせれば、え、最初こそリに目がくらんでいたようだ。あなたがファントムハンターとしての役目を果た、しかし、無論鍵を、はい、しかし他のことについては、改めて皆さんにお礼を言わせてください。それでは。ところで、洞窟の宝はどうするつもりだい？現状復帰だ。本当にそれでいいのか？ああ、それ、私も同じだ。魔術師の道とは、あれ、そういう、過去にファントムハンターは、ああ、だからあいつ、成功した部分、ん、おそらく封印、皆が名を唱えたファン、名前にはそんなナビア、先ほど召喚したとき、ありがとう。まあ、その話は、わあ、逃げちゃったぞ。じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。うん、また会おう。旅人、もし誰もあなたの、たとえ誰一人覚え、いい答えだ、覚えておこう。私はその質問に、ファントム、今宵の静寂は答えの代わりになる。